第5回時事報談の時間がやってまいりました。ちょっと笑ってほしいかな。第5回、寺澤コーチのガツンと引け、始まりました。今日はですね、ガツンと引け始まって以来のボーカリストを迎えての演奏となりますね。じゃあまず一人一人紹介していきたいと思います。ボーカル伊藤徹です。ガツンと見てね。はい、ありがとうございます。ギターのナバサトシ、アキです。そしてドラムのアクイキイチロー。衣装を忘れました、アクイです。はい、ということでね、今回のボーカリストを迎えてということですね。何回か見てもらったよね、これ全部見た、全部見た、うん、笑った笑った笑った、笑いを取る番組じゃないの。なんで違うの。何が違う検索しそうみたいなテンション違うじゃない普段と。で、まあその笑える番組に登場してもらう、はい、もらう出たかったんです。出たかった。ええ、よかった。どうもとかそういうの全然出たいです。じゃあ今日のその意気込みみたいなものを、はい、ちょっと語ってもらえると、まずなんでボーカルを出さないのかということですよね。すみません、こうみんな演奏楽しそうにこうやってんだけど歌はないのね。まあベーシストメインの番組なんで、ね、あ、そうなんだ。うわ、やめよっかな。で、やっぱり何がメインってないじゃない、楽器ってさ。で、何がね、こうドラムがメインって考えてもいいし、別にギターメインでもいいんだけど、やっぱり声がないのすごい寂しかったね、うん、だからすごく出たかったし、でうちの学校ってオーディションとかいろいろやってるじゃない、うん、でその中でやっぱり歌があってオーディションに出るっていう人が大半だから、やっぱり最初に俺たちはちょっと口火を切らないといけないんじゃないのかなと思って、うん、でだから別に爆裂投稿しに来たわけではなく歌いに来たわけです、はい、うん、で伊藤賀先生的にはですね、はい、この、ネット TV を使って何かこういろいろお考えがあるという話を聞いたんですけど、はい、壮大なスケールでですね、お送りしたいものがありまして、うちの学校で S1 オーディションというのがあって、で、まあ、グランプリを決めてさ、でデビューさせようっていうのがあるんだけど、でやっぱり広くみんなに見てもらいたい。で例えば今ネット TV を見てる人にもその S1 のオーディションの模様をちょっとずつでも見てもらって、なんか将来的にはなんかこう、うん、投票とかさ、あ、そう、見てる人が、そう、あ、はいはい、だから、うん、僕ら先生の目とで、うちのスタッフか、このスタッフと生徒たちだけじゃなくて、要するに全国の人に選ばれるってすごいことじゃない、うん、だから、うん、今すぐには無理かもしれないけど、うん、なんかそういうことをしっかりやりたいなと思って、うん、でこれまだ俺のアイディア、ね、はいはい、なんだけど、できればその商品の中でそういうことを具現化していきたいなと思って、でそのためにはガツンと引けいいじゃないですか。ありがとうございます、そう、だから俺もね、ずっとそういうことをちょっと考えてはいたのね、うん、やっぱり尚美学園っていうのはどういう学校なのかっていうことをどんどんこう外に向けるって、うん、僕は大事なことだなと思ってて、うん、だからその、まあ、突破口みたいな形でやってもらえるとすごくいいなとは思っています、ね、体験入学とかでは俺らと一緒にセッションやったりとかもできるじゃない、他の学科もそうだけど、うんうん、だけどじゃあ実際どういう生徒がいてどんな歌を歌っててどういうしのぎ合いをやってるかなんて分かんないじゃん、うん、だからそれがその S1 オーディションというものだと思うし、だからそういうところをしっかり見せたいなと思って、うん、井上さんはこうネットでこう配信していくっていう考え方ってどう？もうすごいいいんじゃないかな、うん、だから基本的にはね、その国内であるんだよとかっていうことじゃなくて、やっぱり音楽やるってことは人に見てもらう、聴いてもらうってことがやっぱり最終目的だと思うから、うん、どんどんもう学内じゃなくて本当に全国世界中に見てもらうことでね、やった方が全然面白いと思う、うん、特にっていうか今年入ったドラマ1年生なんか特にね、はい、優秀なドラマ多いですよね。そうです、人数も多いですし、多いしね、うん、だからどんどんその優秀な人はレベル高くて素晴らしい、見てもらったらいいなと思うんですよね、うん、どんなに高くても結局見てもらわなきゃどうしようもないもんね、うん、そういう意味ではなんかメディアをこうやってちゃんと使いたいと思って、うん、
まあ、この番組をね、将棋の偉い人が見てくれてたらいいなと思うんですけど見ないかね見ようよ、うん、まあ、そんな我々のいろんなこう野望を、ね、はい、持ちつつですね、じゃあそのまず俺たちがちょっと、うん、オリジナル曲をやるとはどういうことか、うん、ということをその際ね、見てもらいましょうか。はい、はい、ね、じゃあやってみましょう。レッツゴー。あれ行かないの？お疲れさんでございます。いや、どうだったかね。見てくれてる人みんなどうでしたでしょうか。あの稲葉さんとは久しぶりなんじゃない？新聞のね。
そうだね、うん、まあ、授業もちろん、うん、授業ではこう、うん、よくやってたけどね、そういう形ではすごいですよね。いかがでした？いや、面白かったですね。面白かったね、うん、全然面白かったな、ね、はい、コーラスもあったし、コーラスもちょっとやばい感じですが、阿部さんどうでした今日？あの前回はね、はい、インストでやってもらったんですけども、ね、やっぱ歌物ってやっぱ気持ちも、いや、歌物はまあ個人的には大好きなんで、そうですね、うん、やっぱりね、なんか気持ちの入り方もちょっと違ってますよ。ボーカリストが素晴らしければ素晴らしいほどね、うん、いけますよね。いけます、うん、うん、はい、その素晴らしいボーカリストいかがでしょう。はい、今日は俺の曲を、はい、ね、やらせてもらったんですけど、曲紹介をちゃんとしてなかったよね。そうそうそう、曲のタイトルリトルという、リトルという曲で、トールちゃんの曲です。はい、はい、で俺ね、あんまね、こう地味とか言葉好き、なんか堅実とかも好きじゃないんだけど、でもやっぱこう努力したやつが報われる社会があってほしいなっては思っていて、うん、でちょっとのこと始めない人間は何もできないと思うのね、うん、ちょっとのこと始めて重ねてったらなんか一花咲くかなとかっていうことを込めて、うん、リトル、だからリルバイリル、ほんのちょっとずつだけど進んでいこうっていう、だから俺は自分のために歌ってるんだけど、なんか結構音楽やってる人でもなんか物作ってる人には共通のメッセージだと思うのね、うん、はいはい、だからそういう意味で今回はその曲を持ってきたんだけど、いいこと言うな、ドルちゃん。1だけなんで、1年に3回はいいこと言うね。はい、もうあと2回しかやらないもう使っちゃった、3分の1痛いね。はい、なんでやるということで、いかがでしたでしょうか。でそれでですね、この番組は、皆さんご承知の通りブログ形式になってますね。ですので皆さんどんどんコメントを書いてください。コメントよろしくお願いしますね、ご意見ご感想を募集しております。よろしくお願いします。では今日はこの辺で、はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。